このお二人、岡田選手も、ね、天才と言われてますけど、はい、この対決どういう見どころ的にはやっぱり、うん、一生ビハインドなんですね、うん、そうなんですよ。最強の挑戦者であることは事実じゃないですか、はい、で、はい、史上最強のチャンピオンということですよね、棚橋さんが。それに挑む最強の挑戦者だから、うん、どっちか本当に分かんないですよね、今見た限りでは。でもこれもう最初にしてすごい手強い相手が、そうです、初防衛戦なので、そうですね、うん、ベルトを取ったばっかりなので負けるわけにもいかないし、うん、で世代闘争みたいなね、うん、価値もかかってますし、でそのちょっと前に遡るんですけど、2003年に何度もやってたんで、うん、もう負けた方が IWGB から撤退しようっていう話になって、僕は日吉分かったっつって負けて、僕は1年間以上その IWGB に挑戦できなかったんですよ。そういう因縁の相手なのでなおさら負けられないですね。あれ偶然か偶然読んでチャンピオンタイトルマッチになったんですよね、あれ AJ とね。そうですね、そうなんですよ、そうなんですよ。だから、うん、もう一回棚橋さんが、はい、IWGB 先生に絡むとは誰も思ってなかったんですよ、はい、で これもう棚橋さんいる目の前で言うの失礼なんですけど、はい、本当に両国で AJ と試合やった時は僕勝つと思ってなかったんですよ、うん、おだから棚橋さん勝った時もうびっくりしたし、鳥肌もめっちゃ立ったし、いやすごかったです本当に、あの試合は。ありがとうございます。プロレスファンの方の地響きってすごいですよね、はい、ダダダダってなんか会場の雰囲気が、そうです、ね、もう拍手コール、あとはストンピングするんですね、お客さんが。 そう、はい、それがドーッとこう湧き上がってくる。稲葉ジャンプとどっちがすごいですか。いや、ドドドドの方がすごいです。後ろからこう、僕結構前の方見させてもらったんで、はい、後ろから来るんですよ。なるほど。で僕で止めちゃいけないから僕も、ね、あ、なるほど。止めても分かんないと思います。誰もあいつ止めてると思わない止まるもんじゃない。本当にすごい雰囲気ですよね、雰囲気は、はい、一体感がいいですよね。いいですね、うん、はい。